こんにちは。渋谷で美容師をしている内山ひかると申します。今回は絶対にやってはいけないヘアアイロンの使い方をご紹介していきます。それもダメなの？なんていう情報もあるので、ぜひこの動画を参考にしてヘアアイロンを上手に使っていただけたらと思います。髪のためにやらない方がいいよという美容師目線でのアドバイスになるので、皆さんそれぞれ髪質が違うので必ずっていうわけではないので、そこだけご注意ください。それではやってみましょう。ポイント1、濡れ髪にアイロンを通すのは絶対にやめてください。ちゃんと髪が乾いてなくてアイロンを通した時に髪がジュッてなったことないですか？それは髪の毛がちゃんと乾いていないので髪が濡れている状態になります。そうすると髪の毛が火傷してしまうので絶対にやめた方がいいです。お客様の髪を乾かす時に気をつけていることは、表面をしっかり乾かして中の潤いを保ちながら乾かすことです。美容室で髪を巻いてもらった後ってすごい持ちがいいですよね。その理由はその乾かし方にポイントがあります。特に絹糸のシルクモードは簡単にプロの技術を真似することができます。髪の毛の内部にしっかりと水分が残した状態で乾かすことができるので、こういった高機能ドライヤーを使うのもおすすめです。ポイント2、髪の毛はすぐに触らずにアイロンを通した後はちょっと冷ましてあげるのがポイントです。結構髪の巻きが取れたりとか広がりが気になるっていう方すごく多いんですけど、それは髪の毛が十分にその形をキープできてないっていうことが一番の原因になります。ですから髪の毛はアイロンを通してあげた後にこの形をキープさせるために少し置いてあげるのがポイントです。女の子って髪の毛をメイクの後にセットする方が多いと思うんですけど、私は特にここぞっていう日はメイクの前に髪をセットしてあげて、それからメイクをしてあげるとその方が髪の毛がしっかり冷まされてヘアをキープすることができます。時間としては10分15分冷ましてあげてからほぐしてあげるとより形をきれいにキープしてくれるのでおすすめです。美容師をしてると結構おすすめの温度を聞かれるんですけど、おすすめの温度は140度から160度ぐらいがおすすめです。結構お客様の中では180度、200度使ってる方すっごく多いんですけど、それだと髪の毛を火傷させてしまうので140から160度ぐらいがおすすめです。ポイント3、一度でスタイリングしないということがポイントです。髪の毛をまず最初に余熱で温めるようなイメージでスタイリングしてあげます。一度軽く通してからその後ゆっくり中まで熱を通してあげるようなイメージでアイロンを通してあげるとよりキープ力が上がります。これも巻きや広がらない髪を作る上でとっても重要なポイントになります。とはいえアイロンの通しすぎも髪にとって良くないので、2回から3回くらいをイメージするような感じで皆さんもぜひ試してみてください。今回は絶対にやってはいけないアイロンの使い方をご紹介させていただきました。この中でも特に大事なポイントは、濡れ髪には絶対アイロンを使わないというのがプロの美容師としての一番伝えたいポイントでございます。今回はスタイリストの内山ひかるがご紹介させていただきました。インスタのアカウントもこちらに載せさせていただいてますので、フォローしていただけたら嬉しいです。またこの絹糸チャンネルではヘアケアやヘアアレンジ方法、髪にとってのハウツー動画をご紹介しております。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。その他の SNS も画面に出ておりますので、ぜひチェックしてみてください。では次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。